はい、こんにちは、こんばんは、エビプルです。はい、今作の、マイクラ最速レート戦いただきました。ありがとうございます。かつ勝率も 98% でした。ありがとうございます。49勝1敗でフィニッシュでしたね。マジ気持ちいい、マジで気持ちいい。ってことで、今作の、まあ、とりあえず初の動画ということで、まず最初に自分が使ってる監督のコンセプトと試合をやっていきましょう。特に何か強い技っていうよりも、まあ、こういうことを意識してるっていうのを話すぐらいですかね。で、バンドビッチですね。3352ですね。まあ、言っちゃえば3322ですね。まあ、なかなかこのランキング上位で3バック使ってる人ほとんどいないんですけど、3バックがどれだけ強いのかというか、3バック強えぞっていうのを紹介していけたらなと思いますね。でコンセプトに関しては、プレイエリア制限を、メッシが、まあ、これメッシに変えるんですけど、メッシにつけてあげて、メッシにつけて、でウィングバックと、あとカウンターターゲットを調子のいい選手につけて、ウィングバックですね。ウィングバックっていうのはそのサイドハーフがすごい下がってくれる。なので守備の時はなんか5バックみたいに引いちゃえば守れるっていうようなイメージですかね。ってことで試合に行きましょう。対戦17ですね。ただいま54勝1敗かなって感じで、5連して54勝1敗での試合ですね。いや嬉しかったな、本当に。ちょっと自慢みたいになっちゃうけど、最速レート戦は去年も最速レート戦だったんですけど、勝率が 98% っていうのはめちゃくちゃ嬉しかったで、やばい、死んでる、死んでいる。ってことでデパイ使ってみます。デパイですね。でメッシと、デパイの2トップにしてみますと。で、ムバッペかデパイか、ああどうしようみたいな、うーんってなってたけど、結局これはデパイを使うんで、ここからデパイを、うっ、いや、早よ選べ。はい、ということでデパイにしました。で、カウンターターゲットをメッシにつけて、これもしかしたらプレイエリア制限、あ、プレイエリア制限はメッシのまんまかな。あ、どっちだろう、どっちになってんだろう、ちょっとわかんないけど、ちょっと後で試合になったらわかると思うんで。ノイアーも死んでるからな、怖いなーっていう感じですよね。やっていきましょう。お相手はレートが700ぐらいの方ですね。お願いしますと、やっていきましょう。じゃあまず、じゃあこの試合の、意識としては、まず、くさびがめちゃくちゃどう入れるかっていうのが重要っていうのと、あとはダブルタッチが結構強いですよっていうのを、そこが中心かな。そこをまず見てもらえればと思いますね。いや、久々の動画だからめちゃくちゃ緊張というか慣れないな。本当に。マジで久々。やばいわ、マジで。ちょっと動画は本当に2020はこのタイミングなんでいっぱい出せて、まあ、わからないことがいっぱいあると思うんで皆さん。やっていければなとは思いますね。ってことでやっていきましょう。で、守備の仕方、自分の、1個上げです。右下見てもらえれば分かると思うんですけど、開幕から1個上げですね。1個上げで、もう、結構、ポゼられると結構取れないから、もう、なんだろうな、もう1個上げでもうガツガツ前から取ったるわっていう感じの守備をしてますね。で、ここもダブルタッチですね。ダブルタッチして、ここもったけど、ここがこれ初めて出したのにここもとか言っちゃうね感じね。ほんと頭おかしいと思います。はい。で、ここでバリオスでキープで、ここいつくさび当てるか、ここでくさびこれ当てられないんで、ちょっと1個ずらしてあげて当てて、よし、コンカとメスイーって感じですね。あそこも最初のタイミングで出しちゃダメなんですけど、ちょっとこうずらしてあげてからの縦パスなんで、こうかって感じですね。相手がちょっとセンターバックのカーソルチェンジミスってくれたっていうのもあって、まあ、幸先よく点が取れました、ね。で、このワンツーって、使わないんかいって感じですけど、やっぱ、自分の攻撃の仕方は、さっきみたいに、こう、いつこう、中盤で繋ぎながら、くさびのタイミングを見て、あとは、このくさびから、こう、ツートップでも攻めるっていうね。ツートップでも完結させちゃうっていうことがめちゃくちゃ多いですね。で、ここも守備に関してはもうひたすら死角、もうこの一番このパスコースのところは自分でカーソル合わせて、他の選手でひたすら死角をしてますね。そしたら勝手に取ってくれます。だからもう守備はそんな感じですね。もう本当にここも死角をして、ほら結局取ってくれる。もうなんで死角が強いかっていうか、 AI が優秀なんですよね。例えばさっき言ったくさびのパスも間にいたらその取られちゃうんで、ちょっとずらして出しましたけど、
間にいると、ま、前作までってそんなに足だ出さなかったんですよね、その選手が。これオフサイドなんですよね。そのくさびんとこの出すパスコースに相手がいたら今作足出すんですよね、相手の AI が、まあ、選手が。前作だったらそこの縦パスやってもそんなに足出てこないだろうなみたいな感じなのに、今作結構足出てくるんで反応がいいんですよね。めちゃくちゃレスポンス探し、本当にレスポンス探しなんで、今作はレスポンス探しゲームみたいなところあるんで、本当そこが気をつけないといけない部分ですね。でここダブルタッチ強いですね。気持ちいいんですよね、ダブルタッチで。ここで逆サイ見てあげて、でダイレクトで今のところ出しちゃうと思うんですけど、ダイレクトで出すとパスずれますから、間違いなくずれるんで、取られるの覚悟でトラップしてますね、あそこは。もう本当にダイレクトでああいう強いパスを出すと絶対ずれるんで、本当これは気をつけた方がいいですね。でこれは事故というか、パワフルチェンジに移りました。多分ケイン強い。ここ相手うまかったですね。普通にあそこ中間するっていう余裕あるのは強いなと思いましたね。結構ね、1対1です。結構今40連勝中なんで、結構やべってなってます。実はなってます。でここも、間切って、間切って、もうどん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 近くの選手で、もう走、いけいけいけって感じで潰しに行くっていう。でももうこの辺で取っちゃうっていう。で、この辺で取ったらくさびも当てやすいんで、どん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 くさび当てて、ワンツー、ワンツー、ワンツー、シューキャンみたいな感じで決めちゃうのが理想ですね。これ今のところもあんななんか変なパスの取り方なんて前作なかったと思うんですけど、もうどんどん取ってくれるんですよね、近くにいたら。で、これはこうくさび入って、これキーパーあれよくあれしましたね。マニキーしましたね。あそこもうどんどんくさび入れるときはどんどん入れちゃう。だからもう本当に選手 この下のレーダー見ながら、あ、くさび入るやんみたいなときはもうどんどん入れちゃう。で、ここも入る。入っちゃうんで、で、あとはここでなんとかしてくれって感じで。ですね。で、ここキープして、取られなかったんで、デンベレめちゃ、あ、バリオスか、バリオスめちゃくちゃいい動きして、で、ダイレクト打って、デパイと。だからもう本当選手の動き重要。このバリオスの動きとかめちゃくちゃ良くて、あそこ出せたのは、で、もう、あそこ出せた時点で、まあ、もうこっちの勝ちかなって感じですね。で、ここもまあ、縦パスは基本切りながらって感じですね。縦パスと裏ケアしながら、ひたすら四角を押してるっていう守備ですね、ここは。だから結構こうやって開くときは開いちゃうっていうね。あとは気合で守ってます。気合、結局気合、本当に。ウィリア気合、マジで。これは某なんとかさんも よく言ってるから、ウィリア気合って。よく言ってるから、まあ、それはまあ、気にしないでくれ。ってことでやっていこう。で、ここはロングパスとかは出さない方がいいですね。しっかり繋いだ方がいいです。これ縦パス通ったのラッキーですよ。そこメッシで、ワン、ツー、スタートすると見せかけて逆サイズ見てあげて、折り返しだったんですけどね。あそこ折り返さなくてよかったかな。全然シュートでよかった気がする。ちょっともったいなかったし。守備はもう本当にこう四角をしながら、もうカーフルをひたすら裏ケアの選手に合わせてこう、みたいな守備ですね。で、ここはデンベレで、またダブルタッチ強いです。かわしやすいんですよね、ほんとダブルタッチ。で、ここ1個上げの、この1個上げの強さ、もうすぐ取る。すぐみんな取りに行く。で、ここ周キャンで、あ、やべやべってなってるけど、またカンデがすぐ取るっていうね。で、ここでちょっとダブルタッチ入れて、おしゃれに、ニアですね。今、さっきマニキーされてたんで、これちょっと多分ニア蹴ったら入るかなと思ったら、やっぱりマニキーしてくれたんで、入ってくれました。今のは1個上げの強さですね。もうガツガツ前に行ってくれるし、しかも観点に対して俺カーソル合わせてないんですよね。カーソル合わせてないのに、勝手に取るっていうね。で、守備ほんと優秀ですね、本作の。だ結構雑にこう四角プレスをしても取れちゃうっていうような守備の仕方ですよね。カウンターが怖いんでね、そういうシーンがこの試合はちょっとなかったからあれなんですけど。だからもうほんともう2人。で、後半はまあ同じように。前半は守備のこと多かったんで、その攻撃のコツというか、くさびどのタイミングでいるかっていうのを言えればいいかなって感じですね。で、1個上げにしてるんですけど、全然選手こんな疲れてないんで、まあ、1個上げにしてもまあ問題はないのかなって感じですね。フォワードの中央の1個上げなんで、ガツガツいってくれますね。はい、じゃあ後半お願いしますと。ここもこう、揺さぶりながら、お、縦パス入るやんけ、みたいな。お、入るやんけ、みたいな。もう縦パス入れたらもうここからもうこっちで自由でやって、で最後はここでデパイで、まあ、シューキャンみたいなもんですね。で、シュートです。いやー、本当に
もうあそこの縦パスが入ったらもうこの褒めってこの縦パスが入ったらもうスイッチ入るんですよね。枚数この4人か、まあ5人か、5人で攻める感じになると思うんですけど、相手もそこ警戒しちゃうんで、もうそれは飽きますよねっていう。もう縦パス入ったらもうガーっていくみたいな、なんかもう攻撃のスイッチ縦パスみたいなところですね。でここもメッシに今スルーパス出しました。でこうダブルタッチで出してシューキャンでバスパスでゴールですね。ここも動き大事で、メッシにこれスルーパスなんですよね。この前のバスパスがなくてスルーパスで出したことによって前向きながらああいうスムーズな攻撃ができたんで、でなんで三角をバスじゃないのっていうのは、相手がその普通にメッシの動き見てたら分かると思うんですけど、メッシがこう前の方に行ってて、かつ前にも敵がいなくて、でちょっとセンターバックとも離れた状況だったんで三角出しましたね。ああいうところの本当判断は重要ですね。グランダースルーパス、ここちょっとずれるけどバス出してれば大丈夫だったかなって感じです。でここも縦も入れちゃって、でムービング入れていけいけって感じですね。でここを通ると思ったんですけど、ちょっと遅なんか減速しましたね。でここも守備はもうガツ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 って感じですね。でも勝手に選手の能力で取ってくれみたいな感じです。ここで取っちゃうからね、ここで取っていた。でここのファール、これはファールですね。まあただ自分の場合なんでこんなうまくできてるのかって言ったら、多分体験版なんですよね。体験版をめちゃくちゃやってたので、それで結構この製品版にもすんなり入れたのかなっていうのはありますね。結構今作苦戦してる方多いんですけど、多分体験版やってるやってないのか大きいと思いますね。でこれちょっと気持ちいい崩しやっていきましょう。ムバッペでワンツーして三角形意識してゴールですね。これ気持ちかったな。あそこの三角形を意識する、それも重要だから、三角形プラスくさびの当てるタイミングがめちゃくちゃ重要。こういうくさび入れられると怖いじゃないですか、マジで本当に怖いから、もういつこうくさび入れるか。でこうムービング入れてスルーパス出して中間からダブルタッチしたんですけど、ちょっとうまく取られちゃいました。だから本当あそこも簡単に簡単に結構自分は縦に入れれるときは入れちゃう。で自分のこの一個上げの弱点は、今みたいな三角の長いスルーパス通されると結構やべってなりますね。今のはマジで危なかった。ああいうシーン結構作られると結構きついですね。でここもくさび当てるとき当てちゃって、でここでうまくコネ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 しながら、まあまあムービング入れて裏スルー狙ったんですけど、ちょっと先場の動き良かったですね。でここも多分この辺で取れちゃうんじゃないかな。でここで回収っていうね、ここで、まあ、これちょっと最悪だな。今のもダブルタッチ出そうとしたけど、ちょっとタイミングが悪かったです、ね。でもここで取っちゃう。もう、一個上げの、もう、本当に典型的な守備。もう、前のこのハーフラインの前で取っちゃうっていうね。ここも、ここで、あ、ハーフ見捨てたな。見捨てたけど、まあ、ラッキーラッキー。ここももう、ここ使って、サイド使って、もう縦パスをここにもうすぐ入れちゃう。でここでコネ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 しながら、選手が動き見ながら、よし。で、ダブルタッチ逆でしたね。これ右じゃなくて左の方のダブルタッチだったら入ってますね。でここはワンツーで、でここトラップしてシュートですね。これも結構重要。トラップするのはめちゃくちゃ重要。あそこダイレクトで打っても、今作そのワンタッチシュート持ってない選手だったり、まあ、正直ワンタッチシュート持ってる選手でも、ワンタッチのこのダイレクトのシュートがめちゃくちゃ精度低いんで、でも一回トラップすることによって、まあ、ちょっと精度が良くなってって感じですね。ここも止まってからのダブルタッチしてって感じですね。ダブルタッチもめちゃくちゃ本当何回も受けたっすよ。ここはちょっとずれました。そこじゃなかったんですけど、なんとかメッシに出そうと思ったんですけど、ダメでした、ね。でも本当、この試合本当見てればわかると思うんですけど、本当めちゃくちゃ全然で取ってると思うんですよね。で、ここも落ち着いて、一回ここ使ってあげる。ここ使って、これ最悪。これは最悪ですね。一回もう、ま、ここはもう無理だなって思ったらボランチまで下げちゃうっていうのはめちゃくちゃ大事ですね。でも縦パス入ったらもうこっちのもうほんとこうしたら何もできないんですよね。相手寄ってこないし、だからもうどんどん縦パスは入れてた方がいいですね。いやーもう84分か。でもだからこの試合はもう前半はちょっとやられてましたけど、後半はほぼ何もさせず、もうこっちがどん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 前線でボール取って、もうこういうとこもどんどんかっさらって、
こも四角でガツ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 いって、ここも四角でガツガツ、ここもガツガツいって勝手に取ってくれる。で縦パスこれ入るんで縦パス入れて、であとはこの2トッププラスでもうラスこのなんだろうなパンテとかが動き出してくれるんで、もうそこでなんとかするっていう感じですね。本当にここもここで取れないか、取れそうですよね。ここもここで取れたね、うん、でも前線で前から行くから多分相手の人もびっくりしてるっていうのはあると思うんですよね。こんな前から来るのこの人みたいな、どういうことみたいになってると思うんですけど、もうどんどん前から取っちゃう、溜めちゃうっていうね、めちゃくちゃ重要ってことで 7-1 でまあ無事勝利ですね。で、まあここからちょっとハイライト含め、あとまあ今後のことも話していこうかな。ちょっと今後ちょっと今作は結構動画を出していこうかなとは思いますね。マイクラでなんだろうな、こうやってレート戦っていうのも最速でいけたし、まあ、勝率も高かったし割と自信あるんで、まあ、観光にしてくれればなっていうような、参考になれば参考になればいいなっていう感じで、動画はまあ週に 3,4 回ぐらいは出せていければなって感じはしますね。ちょっと今日と明日、まあ、今日と明日連休だから、ちょっと今日中にいろいろため撮りして一気に動画ため撮りして、なんか作っていければなと思いますね。なんか動画こういう動画出してほしいですっていうのがあれば、まあ、Twitter だったりあとまあ DM コメントとかでもいいんでやってくれれば、うん、全然こっちとしてはすごい参考になるんで、僕も全然動画出し始めたのも正直7月とか6月で、そっから今日も1ヶ月ぶりとかにやったんで、うん、そういう意見はめちゃくちゃ個人的には助かるので、言ってくれればどんどん参考にするので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いしますっていう感じですね。いやもう本当に苦戦してる人は体勢、まあ本当に体勢とかそういうところを意識してやればいいと思いますね。あとはダブルタッチだったり、まあこういう時はこうなる、こういう時はこうなるっていうのを早いこと覚えて、まあいけばいいとは思いますね。ということで、もうすぐ動画は終わりますので、よければチャンネル登録高評価、ポチポチしていただけたらなとは思います。あと高評価もぜひぜひよろしくお願いします。もう本当にこれからも長いことお願いしますと、皆さんよろしくお願いしますね。ということで、この今日はこの辺で失礼いたしますね。じゃあまたね、バイバーイ。